その田競馬場は、兵庫県天ヶ崎市にある、地方競馬のための競馬場である。主催者は、兵庫県競馬組合。2005年8月より、D ネットに加盟した。かつては、アラブのメッカと呼ばれ、クスノキショー全日本アラブ優秀を開催するなどしてきたが、現在では、アラブ系単独のレースは行われていない。前世紀に比べると、売り上げが減少しているが、 インターネット投票の導入等で現在は持ち直している。2012年9月に照明塔が設置され、ナイター開催が可能になってから2020年の姫路競馬場再開までは、兵庫県競馬は、その単独での開催が続いていた。その競馬場付近の空中写真画像右上に、大阪国際空港の滑走路の南端が見える。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成多上ではあまり例を見ない、中途半端な距離設定となっている。これはサラブレッドを導入し、そのスピードでも十分回れるようにするため、1999年にスパイラルカーブを設置して一周1100メートルにする、回収を行う予定だったところ、 三コーナー付近にある稲川の自然林に手を入れることができないと判明したため、やむを得ず1051メートルとした名残である。限られた敷地内を使って無理やり拡張したことで、交渉面が直線ではなく緩い右カーブとなっているのも特徴である。これまで大晦日、元日は初詣などとの混雑緩和のため開催を控えてきたが、 1999年度から大晦日開催、2004年度から元日開催を実施。元日開催は1965年度以来40年ぶりで、この年度は12月28日から1月4日までの8日間連続シリーズとなった。発売、発売なし、その金、ナイタースタンド前、その金、ナイターパドック2011年頃に、そのだけ映が、 翌年からナイター競争の開催を予定していると報じられた。ナイター競馬の開催は、大井競馬場、川崎競馬場、門別競馬場、高知競馬場と並んで5場目である。ところが、同年9月26日に一人の兵庫県議が、周辺住民を対象として、導入の是非を問うアンケートを実施したところ、回答者の約7割が反対の意思を示した。 これを受けて、兵庫県議は、兵庫県競馬組合の管理者に対して、ナイター開催の計画中止を求める申し入れ書を提出した。その打け馬は、2012年夏に、姫路競馬場での代替開催を行い、その間に、ナイター設備の設置工事を実施、9月7日から11月9日までの、毎週金曜日に、その打け馬を、 ナイターで開催する方針が報じられた。なお当面ナイターは金曜日のみとするが、冬季期間は金曜日でもナイターを行わない。その後、この名称を、そのだけみを、ナイターとすることが決定。出展、2008年はこのほかジャパンブリーディングファームズカップ競争を施行した。出展、そのだけいば、HP2009 年4月より、スカパーの、 鉄道チャンネルで開催日に無料放送のそのだ競馬中継を放送していたが標準画質放送の終了に伴い2014年3月末で終了した2014年4月からは地方競馬ンで中継を開始している当初は当チャンネルの開局を機にスカパーでの中継から撤退するとしていたが開局直前になって 急遽中継を行うことが決まった。ただし万栄競馬、北海道競馬、名古屋競馬場、高知競馬場での中継を優先するため、中継しない日がある。そのため、地方競馬ナインで中継しない日は、寄せチャンネルで中継を保管している。グリーンチャンネルでは、ダートグレード競争、ソノダ金牌、兵庫ダービー等を中継放送している。 サンテレビでは2015年9月まで開催当日の夜に競馬ダイジェストを放送していた。2014年5月16日からラジオ大阪で OBC ドラマティック競馬金曜版そのだ金曜ナイター中継と題しナイター開催期間中の毎週金曜日に放送する。ラジオ関西では土曜日の競馬の進めないでそのだ競馬ホットレポートとして その競馬の話題を放送している。かつては、全員曜日で、その後も毎週月から、金曜日の17時43分から、競馬レポートとして独立した番組を放送していた。インターネット中継は開始時期不明だが、地方競馬ライブ、2017年9月29日から、ニコニコ生放送の、ニコニコ競馬チャンネルでも開始された。 入場門の改修一部の地方競馬場、競艇場などで設置されているようなコインゲートの設置。招待席の増設からホワイトルームと呼ばれる事前申し込みで利用可能な招待席の増設。その一部を女性専用とし座席数も40席から32席プラス34席の計68席に大幅に増加した。さらに女性ファン獲得のため、 女性向けのイベントとして、期間限定で、園田競馬体験ツアーを企画していた。スタンド4階、特別観覧席の改修座席シートの変更や、天井、床の改装を実施。一部モニターを液晶モニターへ変更した。これにより、座席数は400席から283席へ減少した。本場場走路の改修から、 本場場の路面を全面回収食堂の増設、JBC 開催へ向け、2008年8月5日に3軒のフードコート形式の食堂が開設された。ありがとうございます。